あー最近この広告よく見るな。あーそうそうそう、溶岩まず出して、あーなるほど、敵を倒すと、で水、あーそっち行っちゃダメ、そっち行ったら燃えるよそりゃあーなるほど、あーまずはおーケルベロスを倒す、あとこうやったらもうミノタウロスがきつくないか。ミノタウロス倒す方法がないよ。なあ行っちゃダメだよ、そうなるよそりゃ、そうなるよ。なんなんだよこれ、本当にこういうゲームなんかな。ちょっとやってみるか。どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ今日は天下不武今日は広告で見かけたエボニーというゲームをやっていこうと思ったんですけど、いきなりあの感じじゃないですね全く。詐欺ゲーム、あーいやめっちゃ英語で日本の人話すやん。ちょっと待って、ちょっとツッコミどころが多いんですけど、おい、ちょっとね、唐突にちゃんと広告のやつ始まりましたよ。え、どういうこと？これでいいでしょ？え、ちょっと世界観がわからん。ちょっと待って、ちゃんと広告のゲームじゃん。どういうこと、どういうこと？はいはいはい、パズルだね。閣下、お気をつけください。ここは危険です。ちょっと待って、世界観がわからん。ちょっと待って、ちゃんと広告のゲームだね。あ、これちょっと、しかも若干難しくね。これで石転がして石をそこにかませるってことか。石を、あ、落ちる。あ、ちょっと待って、これもうダメじゃん。火と水があって、あーは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 ー、なぜ石が急に溶岩になったのかちょっとわからんけど、あー登るとかいう頭がね、知能指数1のやつや。こいつ知能指数1やわ。あ、ミノタウロスやられましたわ。なるほど。あー、ちょっと待って、全然違うやんけと思いつつ、あーはーはーはー、これでいいでしょ。でどうやったんや、ミノタウロスの倒し方がわからんぞ今のところ。こっちの、ああなるほど、あ、上下するよと、あ、で、はいはい、もう分かりました。これで、コンテナを下ろして、で石転がしてあいつに当てたらいいんだな、背後から、派手さがない、派手さがない。おお、ちょっと待って、溶岩が落ちた。あー、なるほどなるほど、あー、オッケーオッケーオッケー、はいはい、でこれで石を先に向こうに処理をしてからの、溶岩作ってかませて、これでクリアっすね。ありがとうございます。ガチの指数が低い、お前ちょっと待つとか、これが下に行ってからですね。はい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 、よし、これでさすがに宝は分かるよな。あー、オッケーオッケーオッケー、さすがに宝は分かるやつでした。閣下、お見事です。楽しいパズルがまだたくさん、楽しいパズルって言っちゃってるけど、危険が迫っていますって言ってたよねお前。楽しいパズルって言っていいのかお前。いやいや、なんなんこれ、世界観がすごいんすけど、これだからもう結局ロードモバイルでしょ。ロードモバイルのあの戦いの部分があのパズルになってるゲームってことだよね多分。いやもう分からんのよね、ストーリーの中にこれが入っ、あー、クロスボウで撃たれる。なんだろうか、無駄なもんやめて、これだけのゲームでいいのに。あ、ぐるって回っちゃう。あー、回らないね。あー、全然普通に行けましたね。はいはいはい、ありがとうございます。34秒でクリアしました。デュークウッドの入り口はとても多く、だからどんどん世界観を押し付けてくるんだよね。デュークウッドって急に言われてもわからんのよ。でやっぱ建設するゲームでしょ、ロードモバイルとかクラッシュオブクランとか、なんかそういうゲームでしょ。なぜそれにあのパズルが出てくるのか。ああ、モンスターがなんたらって言ってますよ。あー、もう完全にですね、完全追いはぎ。ねえ、ちょっと待って、これはどう戦うんだ。ピン抜くのか、ピン抜かんのか、どっちだ、どっちだ。出撃は、あー、普通っぽい普通っぽい。あー、
ー、これもう普通のロードモバイルと同じパターンですね。はい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 、なるほど。もう完全にロードモバイルの側で、ちょこちょこミニゲームとして、ピンを抜くゲームがあるよっていう、そんな感じですね。ああ、だからもうこれ内政やっていく感じですね。はいはい。ああ、これで大工が増えたから2カ所建設できますよってことです。ああ始まった。唐突なんだよな、なんか、これはなんだ、ミノタウロスに落としたら死ぬかな。宝箱って意外と角尖ってる。ああ角っていうかもうまっすぐ行くね。めちゃくちゃ重て宝箱なんだな多分ね。簡単だな、最初の方が難しかったな。あーやっときた、これパズルパートだね。あ、白レベルが上がるごとに新しいパズルステージがアンロックされる。どういう仕組みそれ。なるほど、パズルを遊びたければ白のレベルを上げろと。あーなるほどなるほど、これどういうこと。下がくるりんってなるから。いやちょっと待って、あの意外とちゃんとしてるな。あのこのパズルゲームはあの意外と楽しいぞ。新しいやつだね。ああーなるほど、押してる時だけ向こう行くよと。なるほど、操作が難しいね。でコブラは火を吐いてくるから、土台がこれブシャっていくかな。ミノタウロスにこれで、あー行く、あちょろっとね、一粒のマグマがすね、にかかったことによりミノタウロスが焼け死にましたね。でこうですね。でこれなんだ、お上に、おーい、いやじゃあどういう、あのさ上にそんなシューって、お前上にトゲあるの見えとるやろ、目視しろお前。結局上でガードせんとダメなのか。なるほどね。あーもうめんどくせえ。さこのフックはどこにかかっとんマジで。あの上に障害物あったらそれに当たるやろ、なんで異次元のなんか画面の上のものにお前引っ掛けてんだよ。あーループしている、ちょっと待って、早くない、ループ早ないこれ。ああパズルパート来た。いやだからこいつがさ一定のパズルを解くとって言っちゃってんだよね。なんだろう、世界観を遵守するのであればなんかこの秘宝殿に なんか あるよみたいな、宝があるからそれをなんかこうやってくださいみたいな、なんかそういうのなら分かるんだけど、パズルって言っちゃってんだよな。まあ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 、ほんでこの知能指数1のやつが主人公なのかどうかもまだよく分かってないし、あのピン引いてるの誰なんだっていうのもそれもあるけどね。クレオパトラが仲間になりましたね。お前日本じゃなかったのかよ、日本じゃなかったのか、エジプト感がすごいぞ今。いける、あーこれラッキータイミング、ラッキー、あーいけた、いけました、ありがとうございます。まあゲームは楽しいわちゃんと。OK、さあ、あーこれで白レベルを上げないと次のパズルが遊べませんよと。どういうことこれ、縛りがひどいんですけど、キングタワーのレベルを上げないと次に進めませんっていう、いやもう何、このゲームをやりたいやつは何、パズルをやりたくてやってんのか、この育成する要素を楽しみたくてやってんのかがよくわからんのよ。パズルをやらせたいだけならパズルだけのゲームを作ればいいと思うんだが、まあとりあえずちょっとあのログインボーナスつうか、なんか初回ダウンロードボーナスでいろいろなんかアイテムもらえてるんで、割とサクサク往生のレベルは上げていけそうなんで、ちょっとパズルがあのもうサクサク遊べるところまで、ちょっとやっていこうと思いますが、ちょっと待ってこれどこだどこだ、むずいぞ。ミノタウロス、下のやつさえ倒してしまえば、はい、オッケー、あーちゃんと左に進む、あーピンが左行かれへんから、あーなるほど、これだからあの石を先にこうやっときゃいいんだな、はい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 、うん、意外とマジでこのピン抜くゲームだけならばあの結構僕の中で評価は高いですね、面白いです、普通にこのパズルは面白い。ただそのために城のレベルもろもろ農場のレベルだなんだいろいろレベルを上げさせるのだ上げさせられるのだけがちょっと不本意ですけど、結構ねいろいろやらないといけないんです。パズルやらせろ、パズルやらせろ、 OK かな、これでいけるかな、パズルやらせろ、いける、よし、さあ、これで、あー広告に近づいてきた、あなるほど、ここ押したらピョンと飛び乗るよと。ただこれ溶岩で頭打ちそうやな、
これは半分ポン、あ、全然いける。どういうこと、角で頭打ったと思うけど、全然右側落ちんしやな、それで。はい、オッケー、これでエジプトをクリアしました。やりやしたね。奥あるかな。いや、ないね。いや、ちょっと待って、今やべえ、パッて飛ばしてもうたけど、エジプトクリアして真田幸村ゲットしましたね。エジプトクリアしてからクレオパトラならまだ腑に落ちたけど、ほぼありったけの資源と、アイテム使い切って、今城レベル上げてあと3ステージ遊べますよっていう感じなので、なあ、ちょっとこれさ2個同時押せんから、これ大変よこれ。はい、いけたい、いけたい。で、クロスボウガードからの上行って、ミノタウロス気づく？気づかない？ああ、オッケーオッケーオッケー。まあまあ、こんな感じでね、ピンを抜くゲームとしては、ちゃんと難易度もそれなりに高いし、ゲームとしてはね、結構、おお、こんなピュンっていく？で、これどうしたらいいのよ。どうしたらいいのよ。ちょっと待って、むず。ちょっともう、積んどるな。下のやつでガードしても結局こうなるんだよね。これで、いけないんだよ。前に。あれ、乗れないんすよね。そういうことは、逆にこっからのミノタウロス落としてみて、いや、どういうこと、そんな、今ピューンって浮いたぞ。今のが正解なあんまり納得いってないぞ、今の正解は。よし、とりあえず、スタートから、ま、1時間半ぐらいですかね。で、強化したりもろもろで行ったんですけど、もう資源はまだあるんですけど、結局時間を進めるアイテムがもうないので、これ以上やろうとすると結構な時間待たないと、次のパズルが遊べませんよと、パズルを遊ぶために城のレベルを上げたっていうのはちょっと初めてですね、今までのゲームの中ではね。なので、まあ、めちゃくちゃ斬新なゲームでした。で、広告詐欺のゲームではギリギリなかったですね。で、やっぱ一番驚いたのがね、この外の世界しっかり見ていくと、意外とボットじゃない人間が結構このゲームやってんだなっていうね、結構ガチでやってる人もいるぞっていうので、それはちょっと驚きでしたけれどね。ということで、今日はエボニーというゲーム紹介させていただきました。まあ、ゲームとして、ちゃんとしてるし、パズルゲームとしてもちゃんと面白かったんでね、非常に面白いゲームとなっておりますので、皆さんぜひとも遊んでいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。